なんか今回の撮影は結構同じセリフというかワードを何回も言うっていうのをいろんな角度から撮ってたので、なんか「なぬ」と「こんなに」と「飲みやすかったっけ」この3つをいろんな角度から撮ったんですけど、だんだん何言ってるか分かんなくなるっていう でもなんか新鮮で面白かったです。もうかなりいろんな表情を使ったので、どんな表情が使われてるのかなって、あ、じゃあ出正来上直、がりが。はい、すっごい楽しみですね。そうですね、もともと私爽健美茶本当に大好きで、現場になったら絶対飲んでますし、買う時もお茶買うってなったら爽健美茶をほとんど大体選ぶ人間なんですけど、本当にすっきり爽やかさらになっているなっていうイメージですね。なんかまあ、すっきり爽やかしているのでとてもだからリフレッシュにはぴったりだなと思って、で今回飲むシーンがいっぱいあったんですけど、ラッキーって思いながら飲んでました すっきりしてるのはすごく大きいと思います。やっぱ味がね、独特なイメージっていうのはもちろんあると思うんですけど、私がそれがねすごく好きだったっていうのもあるんですけど、違うお茶を選ばれてた方とかは飲んで「あっ」てなると思います。すごく飲みやすいと思いますね。そうですね、やっぱりリフレッシュっていう意味を含めると、やっぱお家でとかもうだらだら家でしてる時とかに飲みたいなって思いますね。飲み物大体箱買いするんですけど、ありますお世話になってます。ありがとうございます。私こんなに面倒くさがりだったっけって思いますね。年末年始お休みいただき、結構長い間お休みいただいて、あ、ゆっくり休めるって思ったら本当にダラダラしてしまい、掃除もしない、洗濯もしないっていうちょっとダラダラな生活を送ってしまって、あれ、自分今までもうちょっとテキパキやってたのになってすごく思いましたね なのでなるべくちょっと反省して、今は家のことをちゃんとやろうって思って過ごしてます。ずっと家にいたのに何もしなかったんですよね。もう大人なのでちゃんとしなきゃなって思いましリフレッシュ、切り替えた瞬間に、た。そうですね、はい。爽健美茶を飲んで、ごくごく飲んでリフレッシュしすぎました、ちょっと私がってことですよね。飲んで、うまーです。もうシンプルそれしか思いつかない まあ飲みやすかったっけが多分分かりやすく「すっきり」って一言になるとか、でも今回はなんかこの、まあ、テレビ CM、 そして SNS の、プロモーション動画を含めて一口飲んで思ったことが全部そのままストレートにセリフに入っていたので、なんかすごくいいなと思って、思いを込めて、めちゃくちゃ思いを込めたので、ぜひ見てほしいですね。爽健美茶はすっきりしてて、あと爽やかな味わいが特徴なので、ぜひリフレッシュの時におすすめしたいなと思っております。いつもと違った生活が今すごく長いこと続いているので、なんか疲れたなって思うことが多分今まで以上にあると思います。そんな時にはいつでも飲めるこのカフェインゼロの爽健美茶を飲んで、ぜひすっきりしてください。